はい、こんにちは。待って、やべえ。あ、もう撮ってる。待って、やべえ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 。なに？やべえ、ヤクルトこぼれた。やべえ、終わった。いや、大丈夫だよ。俺、前カップヌードルこぼしたから。いやいやいや、やばいですよ、それ普通に。食品とか持ってね、消費者センター電話しよう。もったいなすぎるでしょ、それ普通に。消費者センター電話しようって聞いたことないぜ。初めて聞いたわ。あ、大丈夫ですか？動画撮ってますけど。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、どうも、こんにちは。撮ってるね。撮ってるよ。もうここも多分使われてるからね。あ、オッケーオッケーオッケー。いや、こんにちは。すげえ、選手のボンさんだ。こんにちは。違う違う、早い早い早い。進むのが早い。進むのが早いよ。いや、選手の、うん、あ、そうです。オッケーオッケー。まあ、今日はタイマンをするわけですけど。俺と？そうですそうです。いやいや、勝てるわけないやん、それ。いや、まあ、そうですね。多分、僕は強いと思います。いやいや、ボーンが勝てるわけない、俺に。そっちね。いやいや、自信、やっぱ持っていかないと負けるでしょ、普通に。あ、まあ、それはそうだね。うん、いくらボーンが声やってろうってさ、うん、やっぱ負ける気じゃいかんから、口だけはなんぼでも言えるしね。いや、そうそう、確かに、間違いない。ね、ちょっとショートですよね。まあ、まずメンストやるんだよ。メンストと高級タイマー。メンストと高級、オッケーオッケー。うん、まあ、昔ながらのあれはね。そうそうそう。で、まあ、今までね、まあ、無限、マロ、タキをボコボコにしてきたから、うん。まあ、こうや、やってなくて、やっぱは、まあ、ボスといえばあなたじゃないかなということでね。いや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 、誰をボコボコしたの？滝ちゃんボコしたんだっけ？うん、滝さんにボコられた。あ、ボコられた。ボコられた。あいつ強え。いや、ボコられた。あいつマジでうまい。やばいでしょ、ボコられたの普通に。いや、でもそれは先週復帰してすぐ、あんま練習してなかった。いやいやいや、で、今がマジで練習してて強いから、多分今やったら滝さんボコボコにできる。うん、あ、なるほど。もう 今やったらもう、そうそうそう、あれだね。今やったらボコボコよ。俺じゃあもう無理やん、そんな。その、滝ちゃんでギリギリ勝ってるぐらいやったら俺無理やん。しかも無限も戦士みたいなもんだし。いや、無限は下手くそだよ。やべえ、爪伸びてる。え、なに？爪。あ、ダメだ。やべえ、爪伸びてる。あ、あるあるね。こうやってないとそうなるからね。いや、やってないから、これ。いや、わかるわ。いや、終わってるわ、はいはいはい、終わってる。そもそもキャラコンが終わってるし。あ、怪しいね。これ何の見どころ、これ何の見どころがあるの、これ。やばいやばいやばい、いろんなやつと戦って。え、何？テレサ3点くらいつけたら俺隠れるわ。アブジュックやん。ちょ、待って、ちゃんと上手いな。いやいや、やばいって、普通にもう負け、勝てるわけないって、普通に。いや、大丈夫大丈夫大丈夫。いや、そもそも現役の頃もさ、ミッド弱いで有名だったのにさ。うまいうまいうまい。でも、いやいや、面白くないでしょ、これ普通に。見てる側からしたら何が面白いの、これ。野良行こうがよかった。えぐいでしょ、普通に。あ、でもほら、でも3対3だよ。俺別にこれ手抜いてないからね。いやいや、いつもさ、いつもみんなとやるときもそんぐらいは最初行くんよ。気づいたらもう終わってる。気づいたらマジで終わってる。気づいたら差ついてるやつな、これ。てか、気づいてない可能性もある、終わっても。あ、もう負けたんだみたいな。いやいやいや、普通にキモいでしょ、普通に。いや、マジで悔しいわ、普通に悔しいわ。いや、マジ先週やってたらさ、ボコボコよ、もう。あああぶね。でも結構接戦だよ。でもここを巻き返したら結構領域展開すぎん。いや、ちょっとそれよくわかんないけど。あ、オッケーオッケー。え、なんかキャラクター買って寝たんだけど。え、何？どういうこと、寝たんだけど。え、小屋通報しよう、マジで。え、なんでこれ当たんの？頑張った。あぶね。ちなみに言っとくと、もう2ヶ月半丸々座ってないからね、小屋。あ、そう。じゃあやばいね。そう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 。いや、でも、うまっ。うまい、ありがとう。1ヶ月毎日ゲリラ出たから大丈夫だよ。あれが9月だよね。そんな前なんだ。そうだよ。めっちゃ前やな。いやいやいや、マジ俺動きがさ、やばい、マジで。ちょっと待って、アレクサ、冷房つけて。いや、やばいです、その無課金さんみたいなことしてんの。アレクサに。いや、待って。いや、普通に。どういうこと、無課金さんみたいな。いや、そのさ、誰に頼ったりとか。いや、違う違う、アレクサは別にいいだろう。こいつ奴隷なんだから。いいでしょ、別にアレクサは。だからいいでしょって言ってるやん。で、やめて、それキモい。
ほんまやばい、ほんまキモい。何その打ち方やめた方がいいと思う、普通に。どうしたらいいの、どうしたらいいの。選手やってんだったら。待って、ボーマリーグ戦出るんだっけ。いや出てるよ今。あ、出てるの。うん、すでに、そうあ、ローガイズで。うん、決め打ち、決め打ちすな。え、なんで勝手に伏せた俺のキャラクター。え、マジで通報しよう、これ、荒野運営に。誰だっけ、長男だっけ。長男ね。三男か長男か分かんないけど。変わったでしょ、中身。中身変わったね、銀男から。ちょっと待って、一瞬配置変えちゃおう。え、変えちゃい。こっちだな、これ。あ、これだ。お前出てきてんな、いや、俺もうミッドの違いで下手くそだから、俺、いい戦い方考えたわ。いい提案がある。お前も鬼になれ。さもなければ殺す。おかしくなってるよ。あ、もありがとう。いやいや、おかしいんだって普通に。何が、まず勝てるわけない。大丈夫、似てんの。いや、その 無敵がさ、長くね、普通に。いや、そうだよ。なんで出てきたんだろうと思ったのに。いや、こっから6本目の時取ってあげるよ、じゃあ。おー、オッケー。そしたら、5本目の時取ります。あれめっちゃそっけないんだけど、終わり方何これ。でも結構接戦よ。無限とかどんぐらいやったの。無限ね、同じぐらいかな。いやいやいや、あいつやばいですよ、普通にあんだけ荒野してて。あいつ荒野して指切り400だけ負けた。あいつは、あいつに、うん、ボン弱くね。俺勝てるよ。じゃあ、じゃあ400にする。あ、400マジで助かる。400やったらマジ俺のテリトリー。うん、ね、俺多分何ヶ月やってなかろうが、何年やってなかろうが、400だけやったらうまいかも。400うまいよな、昔からうまくない。うん、やべえ、久しぶりだ。しかもそもそもさ、400m タイマーすることないからさ。いや久しぶりにそもそもやって 400m タイマーするっておかしいでしょ、普通に。久しぶりにやって大会出るとかやったらまた100歩ずつ分かるんだけどさ、うん、いやでもさ、指切れ。なんでタイマーさせられてんのこれ、これ今。いや、深夜の1時に。なぜ、なんかごめんね。なんかどこいる、ボンくん。いい、スタートね。やばい、ボンくんうまくね。エイムが弾んだ。え、なんかエイムが飛ぶんだけど、何これ。あ、なるほどね、そんな感じか。一回今死んだけでもいいや。待って、もうローでしょ。いや、一回待って、今俺マジびっくりするぐらい食らってなかったぞ。いやいや、1回目は全然いいよ。あ、1回目やね。なあ、オッケー。じゃあ、ここから頼むわ。こっからやばいよ、マジ。うますぎたらビビるよ。いい、スタート。なあ、これ、インが飛ぶな。うまいわ。なるほどね、そんな感じでも。やばっ、待って、止まった。やばい。あーなるほどね、感覚掴んだ。 あ、絶対勝てるわこれ。あ、もう絶対勝てる。もう感覚掴みました、僕。掴んだ、思い出したね。もう勝てる。もう勝てる未来しか見えない。うん、俺長年やってたからさ、ある程度その、なんだろう、忘れてもさ、ちょっとやったら思い出せるからね。そうそう、だ、長年やった俺からすると多分ボーンは今スキンヘッドなんよね、結構。いろいろ見てたけど。ボーズね。うん、今一緒戦ったけど、うん、多分スキンヘッドで、身長多分170ないぐらいだと思う。うんうんうん。あんまそこまで上がったらもうね、あんま公演とか関係ないからね。あ、そうなの？うん、関係ない。もうその道のなんかすごい人だから。うん、なんか占い師とかやった方がいいから、普通に。え、だって俺今、ボーンから一本取って、あ、これはもう日本、スペインに勝ったなって多分思ったもん。あ、そうね。まあ普通に勝ってるからね。あ、そうなの、うん、始まる前にいいやつね、それは。OK、行くよ。ごめん、打っちゃった。なんかマジで下手だな。クネクネしすぎじゃね、思ったけど。いや、ボーン、お前さ、やばいって。待って、マジでクネクネしすぎじゃない。え、さっきから、おい、ちょ、待て、ちょ、待て。え、それ普通にやってるよ、ほんとに。あぶねー。え、
本当に普通に打ってるそれ。いや普通に打ってるよもちろん。マジで言ってる。いやすげえクネクネしてんだよな。いやそうよ、俺どちらかというとエイムを当てるときキャノコンするって方が強いよ、 400m の意識は。そうなの。そうそうそう、だから無限も俺に勝つことできないよ。あいつはくねくね当てれるタイプの人間だから。確かに確かに。高級速攻やろうじゃあ。でも高級やったらもうこれ1と1で取ってるからさ、決まるくね、うん、高級で。あ、そうね、今1対1だからね。いや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 、普通にさ、うん、その自分が取れるからってなんかその自分の領域の話なんだけど。何待って待って、そんな感じで喋ってないけど今。いやいや分かるよ分かるよ、それ出したくないの分かるよ、その自分が強くない強いってのは関係ないってのは分かるけど、確実にボーナー強いでしょこれ。普通に今普通に第三者から見てもあこれボーンがボコボコにする回だなってわかるでしょ、うん、普通に見て。まあもう近距離得意だしね、しかも。あ確かにボーン近距離か、近距離強い、近距離得意というか多分あれでしょ、うん、どちらかというと頭の方がスキンヘッドじゃないの。いやいやいや、まだね、どういうことなのそれに関しては。それに関してはよくわかんないからね。もうどうしたら、マンションタイマンでもいいよ。マンションにする。あ、マンションでもいいけど、マンション多分勝つよ、俺。それでいいんだったら。そうね、いいよ、じゃあマンションにしよう。さすがに、全然やってない人に自分の土俵で戦うなんて恥ずかしくてできないわ。まあ、そもそも荒野がもう防音の土俵だからね。その、すでにそのルームとかじゃなくて、その400とかじゃなくて、すでにそもそも荒野がもう防音の土俵だから。そうなんだよね、そうだね。ごめんごめん、そうそうそう、そうだね、ごめんね。でもてかボーン仕切ったらもう荒野の運営として、いやうん、やらす今後、うん、俺が長男の中身入るわ。長男に、でもあいつ優秀なんだよ。てかそもそも長男ってなんなんあれマジで。いやでもまあでも銀男のお兄ちゃんだから長男でしょ。まあ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 、それはそうだろうけど、あの人なんかでも対応良さそうじゃない。いやあいつマジで最強だぞ。だからこれからの荒野がね、皆さんますますねご利益を、ますことを祈っております。これこういう案件来るかな、こうしたら、こう言ったら。いや公認実況者の枠取られてるやつはこうねえだろ。いややばいでしょ、取られてるの普通に。なんで俺こんだけ貢献したのに取られてんのかわからん。ボン上行っていいよ。全然俺。あーいいんすか、当たり前、全然もらっちゃうか、マンション強いからね、アブさんは。いやいいよ、いや全然いいよ、うん、いつでもいい、うん。うんうん、なるほどね、分かったよ、そもそもがそこにもうエイムを置いとること自体が分かった。ああ分かった分かった分かった、ね、アブさんは 100% デスに登ってくるのよ、俺も分かったから。だからあえてね普通の階段から行こうと思ったんやけど、さすがにちょっとそれは甘すぎたね。うん、甘いね、まあ、でも読み分けだよ今のは。でも一本は譲っていいかなって、さっきもそうやけどさ、優しいねやっぱ君は。ボーンの声がさ、ん、なんかボーンの声がさ、うん、だからどことなくなんかフェイダーさん似てきてる気がする。ああ、まあ俺はうちにフェイダーさん NG とかないから平気だけど。意識してる？もしかして。いや別に意識とかないよ。あ、そうだそうだ。ああ、うんうん、ああそうだって忘れてた。うんうん。そうそう、ガチ忘れてた、うんうん。フェイダーさんがボーンのこと NG なんか。それまあなんか大丈夫？アブさんの口から言って大丈夫なのかわかんないけど。いやいやいや、わかんないよ。俺も俺のその最後の記憶だったら、今はわかんないよ。あれから4ヶ月5ヶ月入ってるから。今はもう大丈夫だよ。あ、今大丈夫なんだ。うん、ね、これ俺上行っていいの？あ、いいよいいよ。俺マジ勝っちゃうよ、悪いけど。あ、いいよいいよ、全然いいよ。オッケー。はい。じゃあよーい、スタート。てかボーンとバロワンってやってないの？